インターネットテレビウィル増刊号デスクの山根です。本日は福島香織さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日のテーマは、前回に引き続き、香港問題を扱おうと思っております。はい。で、7月1日、国家安全法が施行されました。はい。でその当日早速その10人の逮捕者も出てしまいました。はい。でまあ、これから、まあ、香港がどうなっていくのかというようなことをお伺いしたいと思います。はい。まずこの法律について、はい、率直にどう、まあこれは本当にね、はい、法の体を成していない悪法というべき法だと思います。まあ、作った中国共産党自体がですね、法治の概念っていうのは全然違う次元なんですね。理解してないって言ったらあれなんですけど、彼らの言う法治とその私たちの法治の概念っていうのは、まあ、全く、はい、違うもので、で私たちはやっぱり法っていうのは法の下の平等っていうことなんですけれども、はい、中国の場合は法っていうのは中国共産党が統治するためのツールなんですよね、うん、道具なんですよね。なので中国共産党が、まあ、嫌だと思うような人たちを捕まえるための道具になってして、なってしまってるっていうことが、まあ、最大の問題だと思う。でそういうなんていうのかな、法治の概念違う世界というのは実はいろいろあるんですけれども、はい、本来はその香港はその西側の、まあ、イギリスの伝統的な法治の概念で、はい、まあ、収まってた、地域なんですよね。でハンドオーバーが、まあ、97年にされるわけですね。統治が、イギリスから中国に移るんですけれども、はい、その時もこのシステム、その今根付いてる香港のシステムは変えないでおくというルールが一国二制度じゃないですか。でその一国二制度の一番革新的な重要な部分というのは法治なんですね。はい、法の下で、みんながフェアに、そのビジネスを営んでいけるっていうその確証があるからこそ、国際金融都市がとして発展し続けることができてた。でそれを今回の法律っていうのはもう完全に香港の法治っていうものを、はもう中国の法治にすげ替えますと、はい、香港の法治より中国の法治が上にありますと、だそれだったら一国二制度じゃないじゃないですかと、もう完全に中国 の, その一部というか中国 の, そ の, なんていうのかな、体制の中に取り込まれたという、一国一制度の中で の, そ の, なんていうの香港だというふうに、なってしまうので、もうこれは中英の、ね、約束ルールが決めたルール50年体制維持するということをの約束をもう公然と破ったという、国際ルール破れ、の平気でまあ破る国なんですけれども、ね、南シナ海の、例えば人工島の、ね、はい、問題もフィリピンと争って、完全に中国が敗訴しているのにも、なんかこんなもん紙切れだって言って全然相手にしない、そういう中国だから、もともとその国際法だとか国際上のルールだとか平気で、保護にする国なんで信用はならなかったんだけれども、まあ、今回もそういう、こうイギリスとの約束ごと完全に、破って、で国際社会の、まあ、そのがみんな香港っていうのは一国二制度でこれからずっとその体制維持されていくと、香港 の, あのシステムっていうのは維持されていくと思ってたのがもう完全に潰されてしまった。で、さらにその法の手を成していないと思うのは、はい、要するにもう誰でも捕まえられますよと、で例えばその日本人でもね、香港のデモの映像を見てツイッターとか、今もう情報ねインターネットで取れますから、そしたらあみんな頑張ってるなと思って応援するようなことを発言すると、それはなんていうのかな、香港の香港人の中国に対する憎悪を、そのなんていうのかな、こう刺激したみたいな、そういうふうな、で実は法律の文書の中にもそれも犯罪ですよと、だけども中国に対する憎悪って何かって言ったら、いや中国共産党に対する問題っていうのかな、その、おかしいっていうのとか、あるいは習近平さん の, その政治に対しておかしいという批判をすることっていうのは中国に対する国家に対する憎悪ではないんですよ。国家は習近平さんの所有物でもないし、中国共産党の所有物でもない、国っていうのは人民のものだと、多くの人たちが、みんなでいい国を作ろうと思ってその営んでる、それ全体を指して言うんだったら、
要するに国のおかしいところを批判するというのは全然その憎悪ではないわけなんですよね。でそういうようなその言論の本来みんなが普通に持っている言論の自由というものを、まあ、全て犯罪だと、これは中国共産党に対する敵対する犯罪だというような感じでですね、外国人も捕まえられるし、その行動が例えば香港の以外の場所、例えばあの外国で行われても、それが香港に関してのことだったら、まあ、犯罪だと、で香港に登録している飛行機とかも、はい、その飛行機場でもやっても犯罪だと、あなたのがのなんていうの、勝手に決めた法治とも言えない 法律とも言えない法律で、なんで世界中の人たちの、ね、香港に関する言論の自由をここまでですね束縛しなきゃいけないのかって、こんなことがまかり通るなんてね、おかしいし、まかり通らせてはいけないわけですよね。だからもう本当に、こんなこれを法律と言っていいのかっていう問題と、そしてこんな法律を勝手もう数日で、しかも条文というのは決定するまで、こんな施行されるまで条文の中身すら誰にも見せない、つまり決める共産党の中の政治局の常務委員の中だけで決めちゃって、そんな法律にみんなが従うわけがないじゃないですか。でその法律に違反すると法治を破壊したってね、いや法治を破壊してるのはあなた方ですよ、中国共産党側の方ですよ、というふうなことはやっぱりちゃんと言わないといけないかなと思いました。普通の国であれば、まあ、そういう法律が可決してから、まあ、施行されるまでって、まあ、大体半年ぐらいのその周知期間がありますよね。そうですね。でしかも今回その即日施行されて、でさらにその当日に逮捕者が出たっていうのは本当驚いたんですけど、まあ、改めてまあそういう国なんだなと、いや、こういうのをその本当に黙認していたら、それはね、黙認するってことはそれでいいよっていう風なメッセージになってしまうんで、今度はもっと他のところに、例えばですね、尖閣諸島は中国の、領土である、これはまあ中国側の言い分ですよね、中国共産党側のずっとした言い分と、なので中国人で尖閣諸島は、中国の領土じゃないかもしれないと、異論があると、歴史上にいろんな議論があるから、そうだ、相手の議論も聞いてみようみたいなことを言い出したら、それは国家分裂罪っていうふうに、裁かれる、でそれをそういうふうなことを考えてはいかがですかと学者たちが呼びかけた、外国の、それもじゃあ、中国人にその国家分裂をそそのかした、だから例えば中国の、中国に登録している飛行機や船舶の上でその人がそんなこと言った人がですね、捕まっちゃったりすることだってあり得るかもしれない、そんな本来なら、まあ異なる意見っていうのが対立した場合っていうのは、その意見をぶつけ合う場所っていうのはあっても叱るべきなんですよね。例えば日本で沖縄は独立すべきだって考えてる人はいるわけですよ、その人たち、それは日本の国家を分裂させる危ない思想だからって逮捕しませんよね、いやもちろんそのね、テレビの保守派の 論者から叩かれたりとか、まあ、いろんな意見ガンガン言ったりとかするんですけど、実はそういうのっていうのはまだ言論の自由の範疇なんですよ、で例えば外国 その学者がですね、日本のそのなんていうのかな、まあ、天皇 そのシステムについてですね、いろんな論文を書いて、これはおかしいっていうような論文を書いても、それに対して日本人がけしからんって怒る人もいれば、そうだそうだと思う人がいるかもしれないけれども、それを理由にそういう学者が日本に来たからといって捕まえませんよね、罰しも、あるいは国内に入るなっていうような制限もできませんよね、なぜならそういうふうな意見っていうのは、異なる価値観の意見っていうのは、とりあえずその言論だけでですね、人を取り締まるようなことはしてはいけないというのは、まあ、我々の共通認識というか価値観なんですよね、でその価値観の違う国が、まあ、中国共産党とか、あるいはそのに準じる、そういう国なんですけど、だからといってですね、中国共産党の価値観もね、ここまで違うから我々は中国とね一切付き合いませんなんてことも日本はしてないわけですよ、だから異なる価値観と異なる価値観が、まあ、適度にぶつかり合う、あるいは時には激しく ぶつかり合ったとしてもですね、やってはいけないという、そういうなんていうのかな、暗黙のルールというか、まあ、国際常識っていうものがあるんですけど、この国際常識が一切中国は通じない、で
少なくとも胡錦涛政権まではあるいは鄧小平世代からで鄧小平時代から胡錦涛政権まではそういうことが通じそうな風に中国も変わってきたからこれからうまくやっていこうかなとみんな思っていた矢先にですね、そうじゃなくなってきたというか急展開に毛沢東回帰路線になってしまって、今の本当に中国のやり方っていうのはもう完全にその文革思考というか、もう文革マインドなんですよね。先祖返りそうです。先祖返りというか、でやっぱりこれって一つのまあなんていうのかな、中国とアメリカのその関係っていうのが ある意味国際社会のね時代を作ってきたけれども、もう一つそのなんていうのかな、一周回って、まあ第二次大戦以降からこうねずっとあのぐるっと回って、まあ周回してまた同じようなそのなんていうのかな、世界の緊張の時代に入ってきたっていう証かもしれないですけども、やっぱりこれ以上そのまたあの、ね、大きな戦争の具を犯すようなことにならないためにもですね、今の段階でやっぱりそのおかしいことはおかしいとちゃんとやっぱり言わないといけないかなと思いました。周庭さん、安倍首相さんが6月の30日に、ツイッターでそのデモシストを脱退しますと表明したっきり、まだ今日が7月3日なんですけども、更新してないんですけれども、いやだからちょっと心配はしてるし、でも連絡取ってそのね、今回 の国家安全あの国安法ね、香港版国安法の中でやっぱり気になるのは、外国勢力と結託、外国とかね域外勢力と結託して、で国家安全に危害するという、あのところがあるんですよね、その犯罪の中で。あの 4つの犯罪に分類、あの、まあ、国安法ねもうすでに報道たくさん報道されてるから中身皆さんご存知だと思うんですけれども、犯罪の分類は4つで、国家分裂 と、政権転覆 と、テロ行為と、で、外国勢力域外勢力との結託による、国家安全危害なんですよね。でこの域外勢力との結託っていうのをどこまで指すかっていった時に、例えば外国メディアのインタビューに、その答えてですね、香港デモのそのものを支援してくださいとかって、これ域外勢力との結託で国家危害安全危害とかに、なったりとかするわけですよ。まあ、超拡大解釈する。超拡大解釈。だからもう、もう気に入らなければ何でもね捕まえられるっていうのがあの法律のひどいことで、でだから私はすごく心配してます。周庭さんので、ジョシュア・ウォンさんとかね、周庭さんって、でジョシュア・ウォンさんっていうのは英語が達者でですね、周庭さんっていうのは日本語が達者で、だから日本メディアに、周庭さんは日本のメディアを受けることが多く、ジョシュア・ウォンさんはアメリカメディア受けがすごくいいと、だから彼ら2人ともその外国に対するその非常に知名度というかアピール度が高い分、狙われてると思うんですね。他にもネイサン・ローもそうですね、彼もあの英語ペラペラだし、外国受けいい、メディア受けいいし、でだからみんなデモシストだったりしましたよね。やっぱりデモシス、この政治団、最初は多分政治団体とか集団にこう入ってると、そのなんていうのかな、同じ集団に属してる他の人にも影響あるんじゃないかとか心配したんだと思います、支援者もたくさんいますから、だからそういう意味で、まあ覚悟を決めてですね、解散したんだと思うんですよね、多くの人たち、その関連してる人たちに害が及ばないように一番狙われてるのは自分たちだって多分彼らは思ってるから、で周庭さんに私も心配だから連絡取りたいなとか、まあね、でスカイプ電話でもかけたいななんて思うこともあるんだけれども、あの法律は法律が施行された後に適用されるんですよね、だから今外国メディアとしてですね、あるいはまあ、外国人としてですね、彼女に連絡取った時に本当にその法律に引っかかる可能性あるかなっていうのがすごく私もちょっと心配してやめとこうかなというの気にはなるけども、捕まったら必ずニュースになる人だから、まずまあ少なくともまだね無事でいらっしゃるというのは思うので、だからどうしようかなと、ものすごく心配で、大丈夫って聞きたいし、日本にね、なんとか日本に来れないかねとかね、日本もと思ってるんだけども、彼女はもうすでにね、違法集会で逮捕されて起訴されてますから、国外脱出はできないわけですよね。だからもう今はちょっと
そっとしとくか、様子見でそっとしとくかっていうような気持ちでは、います。本当はすごく連絡も取りたいし、で多分その私なんかメディア系の人なんで、でも周庭さん普通に日本のお友達たくさんいますから、学者のお友達もいますから、だからまあ先にそういう学者だとかメディアとはちょっと違うような、普通のお友達が連絡取って安否を確認してくれたら一番いいのになっていうのをこうちょっと眺めてます。なるほど。じゃあまあ下手にこちらから行くよりも、まあ、シューティーさんからの発信を待つと、まあ、本当にね、その一番罪が重そうな感じなんですよね、外国勢力の、なぜならね、やっぱり外国が怖い、アメリカが怖いんですよね、まあ、日本はまあそうでもないかもしれないなと思ったりとかするんですけども、今の中国にとって一番の敵っていうのはアメリカですから、そのやっぱりアメリカにいろいろね、そのアピールするってされてですね、アメリカがそのなんていうのかな、こう中国に対して圧力をかけてくるっていうこと、ことがやっぱり最大のね、まあ、問題なんで、心配ですが、まあ、見守っていきたいと思います。はい、はい。